ちょっと解説しよる途中で違うことするのやめてくれる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、あいな、お城と雪原を作るのにいい場所があるわ。ルルが目をつけておいたの。ほほほ、何、白地まだおった。それではルルに従い、この地にも物を作っていくがよい。いつものようにこの石板にもワープができる。移動にはワープを使うのがおすすめじゃ。ふんふん。ここにルルキャッスルができれば、いよいよルル王国の完成って感じがするわね。ルルの言う通りじゃ。あいなよ、まだまだ場所はあるが、この区画に物を作れば空っぽ島の開拓は終わりとなろう。これが最後の石板じゃ。これにて島に物作りに力が満ちる。心して物を作るがよいぞ。わしはいつものように山の上の神殿で城と雪原、藁の完成を待つ。作り終えたら報告に来るのじゃ。それじゃあアイナ、アネッサ、早速開拓を進みましょう。ルルが見つけておいたお城と雪原を作る場所はあそこよ。ああ、まあいい感じの場所やね。あそこなら地面もぺったんこだし、お城で雪原を作るのにぴったりでしょ。てか、いつの間に見つけに行った。ああ、物を作りたくていてもたってもいられない。みんなであそこに走りましょう。この人ひどい歌ね。この人は連れてこなくてよかったんじゃ。とにかく、アイナはルルについてきて。もう早速、評価が。ちょっと早くしてくれる？ついていくから早く行ってくれる？ああ、待ってー。てか、ルルよりよっぽど周りの人の方が早いんやけど。どう？ここなら巨大なルルキャッスルを建てられるでしょ？ああ、広くて見晴らしが良くて素敵な場所だ。ビルダーとしての腕が鳴る。でも、城作りはともかく雪原なんて、私たちに作れるんでしょうか？アイナほどのビルダーなら、ユキトと必ず作り出せよう。この地を美しいし、いい世界にしてくれ。おお、なんだ、近づいてきたぞ。ほほほ、雪原作りはアイナに任せるとして、城作りならわしらでもできよう。早速城を作っていくとするかの。ムーンブルクには素敵なお城があったんでしょ？ルル、そのお城より立派なお城に住みたいわ。ムーンブルクではアイナに世話になったばかりだった。今こそ我々が恩を返す番。アイナ、設計図は不要だ。アイナ、そしてルル殿にふさわしいもの、城を我々で考え、作り、贈り物としたい。え、設計図なしでやってくれる？マジで？アネッサよ、よくぞ申した。早速我々で城の構想を練ろうぞ。そこから設計図もなくあなたたちだけで作るなんて本当に大丈夫なの？ルル不安だわ。おほほ、我々がどんな城にするか考えてうろうろしておる間、お主には雪原作りを進めてほしい。噂ではムーンブルクの北、冷え冷え島なる小島に雪を吐き出しイエティが住んでおるらしい。イエティを仲間にすれば必ずや雪原を作る仲間になるじゃろう。助けになるじゃろう。ミミズンみたいな感じってことかな。それならこれを使って、ミルシャとマシュマヨに作っておいたんだけど、魔物も大好きなんでしょ？え、ミルズとマッシュも魔物の餌大好きなの。そっちの方がびっくりないけど。では頼むぞアイナ、雪原を作るべく冷え冷え島なる島へ行き、イエティを仲間にしてきてくれ。ふんふん、じゃあ間違えた、行きましょうか。イエティを仲間にしよう。さあ行きましょう。アイナさん、どこに行くでやすか？冷え冷え島って言った。これ？いや、チャポチャポ。ジメジメ。冷え冷え島ってどれ？これ？お、これや。全然物作りのかけら足りんけど。全然物作りのかけら足りんけど、びっくりするぐらい足りんやん。行けないです。くっ。っていうことは、頑張って何かしらしないといけないわけだね。ということは、でもイエティを仲間にしようなよね、青の開拓地。え、なんか他にできることある？なにこれ。あー、線路を敷こうか。なるほどね。線路敷いたら多少マシになるんかな。ちょ、こっち飛んでいこっか。赤の開拓地。でもなんか200集めるのって結構な気がする。なに、アップになっとるよ、これ。さあ、これでグレードアップされるわけですね。はい、作業台グレードアップ。ムーンブルクで学んだレシピが作れるようになった。やったね。
どん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 できることが増えていくわ。ちょ、待って、どこ？私いつもこの場所に出てきてさ、あ、これか。ピラミッドがどこかわからんくなるよね。とりあえず周りに敷いていこっか。どの辺？この辺に敷いたらいい？あ、違う。いや、ちょっと待って。あ、そうよ。今、指導がおらんやん、指導が。く、なんてこったい。線路、線路。345。ちょっと待って、とりあえず。へいへい。倒しとくわ、とりあえず。一緒に来てくれる仲間がいないというのはすごく心細いものだな。あ、線路を敷こう。200って書いとるやん。そうか、数決まっとんか。じゃあ全然大丈夫っぽいかな。え、でもこれ一周ぐるっとせんといかんのやろ。ってことは、え、200なんかで足ります？いけるの？ね、ミミズンめっちゃ襲われよるけど。ミミズンめっちゃ襲われてるけど、この辺の岩は壊していかんといかん感じかな。あ、ですよね。いたー、やめて。キャー、来ないで。ていていてい。しかし私は、ムーンブルクを経て、さらに強くなったからな。よし。あ、違う。違うよー。まっすぐ。え？敷けない？あ、ここか。はい、敷いてけ、敷いてけ。だってほら、もうこんな数になるよ。68。あ、でもあれか。いけるか。いけるっていうか。やめて。あー、痛い。あ、でも1しかダメージ受けてない。イエーイ。なんも出さんのか、クソ。これ自動的に曲がってくれるのいいよね。さあ、せっせせっせと敷いていきます。あ、でもこの辺で100か。え、この辺で100ってことはやっぱり一周するには足りんような気がするな。なんか途中さ、ピラミッドの中も通したらいいんじゃないかなみたいなこと言おったけど、でもピラミッドの中通すって言ってもな、とりあえず一周ぐるっとしよっかなぐらいの感じなんやけどし。え、どれぐらいの間隔開けたらいい、これ大丈夫かな。まあでもとりあえずここから曲がっていくか。じゃん、くっ、来てんじゃねえよ。へい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 。ふっ、グラジオラスのため一瞬玉ねぎかと思った。でもそれっぽくない？あ、ギリギリやった。ここちょっと地面で切れとるね。てかみんな全然おらんのやけどさ、あれ、あれなの？ピラミッドの中にいるの？あ、ほら、もう200になるよ。ほら、200になった。でも、とりあえず、こんな中途半端なところで止めるのちょっと嫌やけんさ。一周させるけど。ほっ。てや。はっ。あれ？開けない。よし。これでちゃんと。一周できたー。イェーイ。ね、できた、できた、できた。今できたから。ちょっと。へい。すごい財な。線路を200個敷いてくれたんだな。お前どうせワープで移動すること多いんだろ。もちろんそれもいいけど、トロッコに乗って景色を見ながら移動するととっても気持ちよく、とっても楽しいぞ。なんならこのマシモ共和国全体に線路を敷いてぐるっと一周してもいいくらいだぞ。マシモ共和国、そんなんだったかしら。おお、そうだ、おいら島をトロッコにつなげることを夢にするぞ。アイナも協力してほしいぞ。一応このピラミッド全体はぐるっとしたよ。金どこ行ったっけな。金どこに置きましたっけ、私。金を鳴らしたいんだけど、この辺じゃなかった？ないやん。あっち側か？あ、あったあった。どれぐらいハートある？あ、でももう104なんや。116。あと90ぐらいか。あ、みんな別に集まってきてくれなくても大丈夫よ。あ、別に全然、うん、全然大丈夫ですけど。うん。どうも。あ、ミミズン。水のあの体は本当に嫌なんです、私。さあ、とりあえずこれで、ここの依頼はクリアしたわけよね。で、あとは？え、てか、雪原って思うんやけどさ、あれじゃない？あれで、あれで出来上がることない？何？コテ。コテ？
これこれこれ、リフォームコテ。これでできるやろ。とりあえず一旦これでさ、雪原を作っておいて、雪原を作っておいて、で、後からイエティ呼びに行けばいいんじゃない？とりあえずこれでハートをみんなからさ、出しておいて、みたいな感じ。あ、違う、ちょっと待って。はい、これで、そう、雪はね、向こうで、ムーンブルグでいっぱい手に入れてるから、これで、あ、違う違う。え？びっくりした。今はリフォームできんのかと思った。ほら、これで、あ、違う違う違う。ブロック、崩した。ちょ、待って、とりあえず埋める。埋めて。よいしょ。ほら、これで雪原作っていけるやん。よいしょ。え、これちゃんとカウントされよるよね。うん、されてるされてる、オッケー。ん？君は敵だよね。とりあえずこれで雪原作ってって。え、この雪原の上に、これ岩なんや。これ雪なんかと思いよったけど。この雪原の上に城を建てるってこと？じゃあやめてくれる。あ、戦ってくれよる、戦ってくれよる。優秀。やっぱムーンブルクから連れてきた人たちは違うね。みんなに比べて、強いよね。はい、こんな感じでやってったら、え、多分あれやろ、イエティ連れてきて、ミミズみたいな感じなわけやろ。ってことはやっぱり、多少こう、イエティがやってくれよる間の待ち時間みたいなのが必要やと思うんやけど、これやったら、もう黙々と、一瞬で、あ、一瞬で出来上がるけん、いい感じやと思う。あ、モンスター軍団が、ちょ、まだ拠点も出来上がってないんやけん、やめてくれる。いてててててて、なんもされてないけど、まだ。うわ、ちょっと、君ら。あ、やっぱ、壊すものないから、まだ。壊すものない。ものづくりなどの意味、作ってない、まだ。まだ何も作ってないから黙って、早とちりすぎ。ほら、壊すものもないまんま自分たちがやられただけでしょうよ。よいしょ。やっぱあれなんやね、こう、なんとかの開拓地、なんとかの開拓地っていうことに、出てくるモンスターが違うんやね。やっぱここは、ムーンブルクで出てきたモンスターたちが、え、サソリも出てくるやん。ちょっと解説しよる途中で違うことするのやめてくれる。え、私も出てきますけどみたいな感じで出てこられてもさ、困るんよね。お、あとちょっとやん。25。あれ、これ、どれぐらいの範囲で1になるん？ちょっとよくわからないんだけど。ね、みんな城の構想ちゃんと考えてる？なんか全然考えてくれてない気がするんやけど、ぼーっとしてるだけやろ。だって話し合いよらんもん。え、つら。ほら、結構やっとるのに、まだ26なんやけど、どんだけ？どれぐらいの範囲やったら、あ、これは埋もらんのや。ってことは、やっぱりその場所になんかなるんやないね、さっき、赤の開拓地かなんかでもそんな感じやったことない。ほら、26から動かんねやけど。あ、27。28。増えるときはなんかポンポンって増えるな。どういうことや。28、29、あとちょっとー。まだかーい。これでいけたんじゃない？はい、30。微妙やな。あとちょっとここ、とりあえず、真四角にしたい、とりあえず。そこもさせてほしいんだけど。なんということじゃろう。雪原が完成したのじゃな。どこか懐かしくて、そしてなんと美しい。皆さんにお知らせしましょう。ちょ、まだ、とりあえず、そこの部分だけまだやりたい。てか、この切り株超気になるんやけど、なんなんあれ。なんでもないんかな。別に。雪原まで作ってしまうなんて、ビルダーって本当にすごいです。私感動しました。まあ、アユナは、雪原を作っていたというよりも、アイスキャンディーを作っていただけだけど、これが景色そのものを作るということなんじゃな。地図で見てみれば、凄さがわかるかもしれん。
かっかっかっか。とにかくよくやったとはいな。この雪原をジローム雪原と名付けよう。ジロームも名付けたい人なんやね。名前はともかく。ありがとうアイナ。これで目標は一つ達成だ。開拓レシピ雪原を作ろう。達成。イエティ迎える前に達成してしまった。イエティ出番なくね。開拓レシピを達成してようじゃな。よくやったのアイナ。ほう、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。頭から。小さなメダルを手に入れた。開拓レシピを10個達成したようじゃな。お祝いにリフォーム固定を強化してやるぞい。お、ありがとう。さっき強化してほしかったけどね。まとめ置きでお手軽ビルド。これでお主はブロックをまとめておけるようになる。建物作りもぐっと楽になるはずじゃぞい。お、マジで？ほっほっほ。この調子で他の開拓レシピもどんどん進めていくかよい。開拓レシピをあと10個達成したら、ビルダーペンシルをプレゼントするぞい。ではさらばじゃ。ちょ待って。お、よし、石板の目標は一つ達成だな。うふふ、あいな。心なしか君のものづくりの力もまた一段と強まった気がするぞ。白ジュンの願いだという島をものづくりで満たす日もそう遠くはなさそうだ。さあ、引き続きこの地の開拓を進めていこう。城をちゃんと作ってくださいまし。城を作ってくれたらありがたいかな。ちゃんと思いついてるんだろうね。よいしょ。何？なんかめっちゃなんかめっちゃトイレ？トイレって言われてもこの場所にはちょっとないかな。まあじゃあとりあえず今回はこの辺で終わりにしておこうと思います。なんか日が暮れてきたような気がする。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ、あと80やけん多分次までには集まるんじゃないかなっていう感じはするけどね。うん、頑張ろう。